こんにちは、ブルーフォースです。ということで、本日もやってまいりましょうか。Pカップですね。はい、オール1位を取るまでやめられませんということで、今回は果たしてどんなレースが繰り広げられるでしょうか。お楽しみください、やめやられ。はい。なんか最近いろんな相談を受けます。はい、夏が近づいてきてるからどうやったら痩せられますかとかですね。僕、ちょっとした投資をやったりとかしてるんですけど、それでもまあ言うて数百万レベルなんだけど、ね、やっぱ1000万とか2000万くらいの投資をぶっ込まないとね、配当で生きていくことなんかはちょっと難しいんだけど、ボスパックンがいたな、今。うん。という感じなんですけど、まあそれでもね、やっぱりさ、サラリーマンでなかなかね、数百万の投資をぶっ込むっていうのは結構ハードルが高いのかなっていうことで、まあ、ハードルが高いっていうか、まあ見栄えがいいのかっていうのは、ね、まあその気になれば貯金するよりもそっちに突っ込んでた方がいいんじゃねとかって思ったりもするんですけど、まあまあそういうこともあるみたいで、一応ここどこ、愛も変わらずの初プレイになるので、アウチ、コインか、あ、ちょ、引っかかって詰まるくらいだったらブレーキをかけた方が良さげー。やられたらやり返す。まあ俺がやられ、や俺がや、あのやったからやられてる方なんだけど、倍返しされる方なんだけど、まあそれはいいっす、それはいいっすわ。 OK、 もう一丁。そうでね、まず投資を始めるのは何がいいですかみたいな話なんですけど、なんかこれ年始にさ、この新ニーサが始まってさ、で、円高の影響、円安の影響とかもあって、僕は結構個別株を今この段階で、その年始の段階で買うっていうのは、やっぱちょっと買いしぶりというか、やめとこうかなと思ったんですよ。まあおかげさまで、もともとね、ニーサ枠で買ってた株が、その、新ニーサの、が、新ニーサでみんなが買いに走ってくれた影響で、まぁ、ちょっと、まぁ、例えば、具体的な額言うとあれだからあれだけど、あれだけどっていうことだ。うん。まぁ、あれなんだけど、まぁ、10万で買った株が30万になりました、みたいな感じで、まぁ、ガツッとね、利益が思いっきり出たわけですわ。はい。うん。っていうのもあったんで、まあ、恩恵は受けたっちゃ受けたんだけど、じゃあ、それを狙って今からまた、買い足すかっていうと、ちょっとそれは今、個別株ではきついかなと思って、まあ、買い渋ってたわけですよね。その代わり、まあ、SP500 とかオールカンみたいな方に、オールカンっていうのはオールカンと言って全世界株と言われてるもんですね。はい。っていうものに、まあ、購入ぶっ込んだっていうところなんですけど、うん。また、個別株をやるかどうかっていうのは、その、長期的に見たときに、その会社が今、成績どうなのかとか、まあ、業績が伸びそうなのか、伸びなさそうなのかとか、例えば1年を見たときに、この年、この2024年に関しては、まあ、24年ももうすぐ下期に入っていくけど、24年に関しては、設備投資とか、そっちの方に、どんどんコストかけていきます、みたいなところだったら、今年は、株を下げていくから、来年でそれを売上を回収していって、株価を上げますとかだったら、今年買ったらいいかもしれないし、来期以降で、まあ、例えば、まあ、OA 機器とか、それから工場の建て替えみたいなので、コストがボーンとぶっ飛ぶみたいになったら、業績の中で業績は悪くなっていくわけだから、じゃあ今、今年買うのはやめとこうみたいなね、今高い段階で来年下がる可能性が見えているから、今買うのはちょっと、まあ、基地じゃないなみたいなんで、新聞とかっていうんで、まあ、そういうちょっと企業分析とかっていうのができるのであれば、個別株全然買っていいと思うし、あともう一つは、もう10年、20年の長期スパンで買うっていうことを見越して、で、買うじゃねえ、っていうのを見越して、まあ、長期で保有しておこうっていう気概があるのであれば、株主優待で買うっていうのもありかなというふうに思いますね。株主、なんか俺全然ダメだな。どえらい下手くそだったな。これでよく抜かれなかったね、今。うん。なんちゃって。そう、っていうのも、ありますんで、ぜひね、株主優待で、なんかこれを長期保有してたら、すごい得するな、みたいなのとかあったりとか、例えば、なんだろうな、僕、大阪とか京都の方に住んでるんですけど、関西スーパーの会社なんだったっけな、とかだったら、なんか年で、この手、5% 引きになる、優待券が、何枚手に入りますっていうのがあったりとか、まあ、それから、あとなんだろう、山田電機とかだったら、1年間で、5000円分の買い物できるチケットをくれるみたいなのとかあったりとか、うん。そう。そういうので、嘘だ！そう。っていうのを、その、1年間、すげえのが来てるな。赤コーラ当てられるわ、青コーラには惹かれるわで、もう大変ですね。助けて、どーん！飛び越え！けい。まあいいや、もう。こんだけ、離れてるんだったら、もう力技でどんどん行ってしまいましょう。はい。っていうようなところなので、
まあ、あの基本的に安定成長を求めるなら確実ではないけれども、うっそ当たんのかよ。そう、あの確実ではないけれども、まあオルカンだったりとか、まあ、SP500、まあ、全米株と呼ばれているものですね、中にぶっ込むっていうのが僕は安牌かなと思ったりもするんですけど、でも確実成長するとは限らないし、それだけに全部突っ込むっていうのは、まあ、ちょっと あんまりよろしくないかなと思って、であと一つ確実に言えることは、こんなやつの言うことなんか聞かないっていうことが一番儲けるための近道じゃないかなというふうに僕は思います。はい。なんかいろんなところでさ、株のトレーダーとかさ、そういう人たちとかがさ、あるいはそのなんか企業分析とかやってる人とか偉そうにさ、言ったりとかするけど、結局は自分の金で自分の判断でどのくらい買うかっていうのを決めていくっていうのが一番正しい判断になってくるわけですよ。で、それで例えばじゃあ損しましたってなった時に、その損したっていう決断をしたのも自分なんだから、それは勉強だと思って、じゃあ今度損しないでしっかりと利益を上げるためにどういう株を選んでとか、どういう投資信託を選んでとかっていうのを要はしっかりと測っていく、お自分のステージ、これは絶対に負けられませんな、っていうのを勉強代として払ったっていうふうに思えば、あなたの判断は決して失敗ではなく、まあ、お金の面ではもしかして失敗かもしれないけれども、人生という面では勉強代になったっていうふうに、まあ、ぜひですね、前向きに捉えて、むずくない自分のステージ、カスみたいなの運転なんだけど、そう、おいしょ、ちょっと待って、どこ、よいしょー、あれ1位になってる、なんで、ありがとう、そうっていう風に捉えていただけたらなという風に思って、だから僕もさ、今でこそ、その新NISAの影響とか、まあいろいろとね、今さ、東証の全体の株価が上がったりとかしてるからさ、で特に年始なんかさ、バブル以降なんか最大のとかってニュースによくなしょっちゅうなってたりとかしたけど、ああいうのとかもあったりとかしたけど、ね、買い始めた当初はさ、2019年だったから、その翌年にコロナでバクッと下がったっていう株もたくさんあったわけですわ。うん。ね。そう。だから、一時期下がって、うわ、これこのまま落ち着けるのってどうなのかなと思ったんですよ。でも、コロナって結局一時的なものだから、それが戻って、まあ、多少経済が戻った時には、スタッともう自分が買った時の金額には戻るだろうなと思って持ち続けていたら、まあ、それ以上に上がってくれたっていうところから、まあ、やっててよかったなって思うわけですよね。はい。まあ、ただ、一個注意しなきゃいけないのは、その元々 NISA とか、積立 NISA って5年とか20年だけが非課税ですよっていうものだったんで、今の新 NISA って、まあ、永年で、非課税、要は、普通に売ったら20% のその売却益が税金として取られるわけですよ。100万で売れたとしたら、その 20% の20万円が税金にかかって、残り80万円があなたの手元にしか残りませんと、まあ、80万儲けられりゃね、一般的な月給の2ヶ月3ヶ月分だから手取りで言うとね、だからまだマシなんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけど、とはいながらやっぱり100万儲けたはずなのに20万取られるのと、 NISA やってて100万円がまるまる自分の手元に入ってきますとかだったら、やっぱり NISA とか積み立て NISA やってたら絶対いいってなるんですよね。うん。なんだけど、その新 NISA はそういう何年持ってたとしても、今のところは税金は取りませんよと売ったとしても、売って得た利益が100万円だったら100万円のまま、どのタイミングで売ったとしても、与えますよっていうふうに一応はなっていると。ただ、このルールが、って変わらないかっていうと、まあ、政府が主導していることだからゼロとは言い切れないよね。で、ほらさ、高速道路もさ、まあ、これはルールというよりは、公約みたいなもんだけどさ、まあ、高速道路も、いずれ無償化しますって言って、結局やらなかったりとかも、もう政治家なんか嘘つきしかいないからさ、耳障りのいいことだけを言うっていうのは結構あるじゃないですか。だから、後からルールを変えてきて、やっぱり、10年持ったら、課税しますとかっていうことは、まあ、十分に考えられるわけですから、まあ、そこら辺も、だから 20% の、税金が仮に取られるような未来ビジョンっていうのが、許容できるっていうことであれば、投資にどんどん回した方がいいんじゃないかなと思ったりするよ。うん。僕、現段階で、まあ、いくらとは言えないですけど、かなり儲けてますと。かなりっていう言い方をすると、なんか、すごい なんか、あまりよろしくないけど、まあまあ、投資した額の、まあ、2桁% 以上は確実に儲けてますと。うん、投資した額に対してね。うん。で、これはやっぱり、まあ、普通に定期預金、まあ、普通預金とか定期預金とかで預けてたら、今、もうそんな金利得られないわけですよ。だって、僕、当時、ああ、なんか間違えて使っちゃった。まあ、いいや。お、これあれ？なんだっけ？マリーナサンベイだっけ？
なんか そんなんがあったけど、おお、テニスコート。でも今残ってるんだ。確かあれじゃない、あのコナンの映画でボコボコにも潰れたんじゃなかったっけね。あれよくあのシンガポールの人たち許したよね。あんなさ、自国のさ、もう新しくできたさ、最新のホテルがあんな風にボコボコにされたらさ、ね、万が一みたいな、テロリストのなんとかみたいになったりとかしたらさ、多分怒るんじゃないかなとかって思ったりするけどね。うん、特にこのポリコレがごちゃ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 うっせえ時代にさ、まあそんなのどうでもいいんだけど、はい。だから定期預金なんかで入れてたとしたら、まあ、残念ながらおそらく半年預けて、まあ、仮にですけど1000万預けてたとしても、まあ1円とかね、2円とかしか利息がつかないわけですよ。だったらあの 100% 儲かるとは言い切れないところが、まあ、あの株というか、まあ、投資の痛いところではあるかもしれないんだけど、まあ、そのリスクを許容してでも、まあなんだろうな、じゃあ100万円入れて、あの仮にですけど、年利、3% だったとしたら、1年後には3万円儲けてますというような、あの3万円儲けてますっていう可能性があるような投資に突っ込んでた方が個人的にはいいんじゃないかなと思います。もちろんそれがあの 98% になってしまうっていう可能性もゼロとは言わないよ、ゼロとは言わないけど、うん、でも少なくともなんか安定的に1円が半年ごとに入るみたいなことをしたところで何の意味もないし、なんなら仮に1円も儲けませんでしたってなっても、配当が出るような株を買っとけば、それで1株10円とかだったら100株売ってれば1000円とか儲けれるわけじゃないですか。そしたらじゃあ半年の1円と、じゃああの株で得られるその1、あ、おー、あぶれ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 、そう、あの 株で儲けられる、株というか配当で儲けられる1000円と、まあ、定期預金で預けて、勝手に入ってくる1円とどっちがいいって言ったら1000円取るよっていう話です。だって1000倍だぜ、シンプルに考えたら。うん、だからそういう意味で、まあ、投資っていうのは個人的にはやった方がいいんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。うん、まあ、やった方がいいんじゃないかなと思うんですけどねっていうことがミソで、思うっていうだけでやれとは言ってないですからね。まあ、最終的にはご自身の判断になってくるとは思います。はい。ご自身の人生なんでね、お金をどう稼ぐかっていうところとか、何をしてやるかっていう、何をして稼ぐかとかっていうのを、まあまあ、いくら稼いだらいいかとかね、そういうのも全部自分が決めることですから。あれ？あ、入ると飛ばしちゃった。はい。ということで今回も、なんか、ここ最近調子いいね。ストレートにスッと。言っている感じがしてて、とても気持ちが良いですということで、今回 P カップご覧いただきましてどうもありがとうございました。 OPQ、次回は Q カップですね。もう Q まで行くともう支えられるような縮バンド本当にないんじゃないかなと思ったりもするんですけど、ワンピースにもそんなねサイズのあの人は、あーでもあれかな、ビッグマムとかがいるかもしれないですけど、まあそんな感じで次回パートもぜひお楽しみいただけたら幸いの極みです。ではまたお会いしましょう。バイバイ。